たよ。長くない？これめっちゃ綺麗。それでは長野に出発。行きましょう。レッツゴー。もう慣れたもんでしょ。本当山に囲まれてるからすごい綺麗。タイミング良かったね。うん。これからお昼堂に行きます。早く食べたいね。うん、なんかね、長野はおやきが有名のようで、おそのおやきをね食べて松本城に行きます。おやき、はしゃいでるね。はしゃいでる。ここです。そば、おやき&カフェ、お昼どうち。あ、おしゃれ。ここです。中で食べようか。じゃん、中で食べよう。美味しそう。お腹空いた？めっちゃ？めっちゃ減った。まだ今来るって来ましたよ。来ました。はい、食べ、これいいよ、そのままこう食べて。おやき。どう？おいしい。おいしい？ナンみたい。あー、ナンみたい。ナンに包まれたキーマカレーみたい。どうぞ。食った瞬間に、うん、ジュワーってくる。ほんと？カレーは、お願いね。あ、チーズ入ってんの？美味しそう。もうカスタードが入ってるね。美味しい。リンゴの味と、うん、なんかの味。朝のキムチより美味しい。納豆キムチより美味しい。本当。比べ物にならない。なんかこんな感じ。給食でいっぱい出るやつだよ。松本城に行きます。なんかあっちっぽいよね。あった、国宝でございます。石垣がすごい、うん、本当に小さい石と大きい石を組み合わせて上手に作った。ピラミッドですよ。敵を、敵を見てたんだよ。何階まであるの？これ6階まであるみたいだよ、中は。外から見ると50なんだけど、中は6階まであるって。なんかやっぱ少し傾いてる感じがするよね。そう？傾いてる、あ、こう、こんな感じ。すごいすごい。姫様いなくなっちゃった。高いね、これ。登ってこれないしね。登ってこれないね。すごい綺麗だよ。綺麗綺麗。やっとお風呂に着きました。お風呂に入る前にお腹空いたって子供たちが多分不機嫌になるのでご飯を食べて、で今日ね、今日だけお家から持ってきた煮物と天ぷらが、今日は手作りのものを食べて、ご飯をね今炊いてます。明日は戸隠方面に、戸隠神社に行って、この旅で一番行きたかった場所、戸隠神社。忍者で、その後は子供たちと一緒に撮影のお仕事があって、2日間ね、忍者村とカラクリ屋敷の撮影が平日に入ってます。
美味しい。お米が立っています。これでいい？このぐらい？とりあえずそのもんで。じゃあやっと食べれます。もう8時ぐらいになっちゃう。なります。毎回遅くなるよね。うん。今日の日帰り温泉はこちら。ダダン、こちら。はい、こちらです。ちょっとよくわかりませんねやっぱね、キャンピングカーの旅の醍醐味といえば日帰り温泉だね。すみません、島で冷えてるから。うん、もう温泉に入って寝たいよね。温まって寝たい。そう。